尖閣諸島の防衛体制の確立は、日本の優先事項の一つだよね。着々と軍事力を整えている横暴な国がすぐそばにいるからね。ほんと迷惑な話だよ。本来する必要のない警戒をさせられるこっちにとっては、たまったものじゃないな。なんで人のものを欲しがろうとするんだろうね。学校で教わらないのかな？あいつらにとっては、そもそも自分のものを取り返そうという考えだろうから、そういう方が分かり合うことがないだろうな。実際のところは単に尖閣近海に埋蔵する資源を求めた言いがかりみたいなものだよね。さて今回はそんな尖閣諸島の防衛体制について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上保安庁は尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図るため、2012年9月11日、尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の三島を取得し、保有しているよ。しかし下記の観点から、海上保安庁は庁の所有地である尖閣諸島を平時に領海警備できるだけであって、その侵略に対して軍事的に防衛できないんだ。沖縄県尖閣諸島周辺の我が国領海を頻繁に侵犯している中国の海警は、2018年に人民武装警察部隊部警配下の警総隊に改編され、人民解放軍と同様に中国共産党中央軍事委員会の指揮を受ける組織となったことは、みんなも知っているよね。改正された竹氏刑法によって平時における武警の任務に非戦争の軍事行動が明記され、同時に海上違憲出法海上の権益保護と法執行も任務に加えられたんだ。また2020年11月に明らかになった海警法草案では、国防法や武警法に基づく防衛作戦を行うとともに、中国が自国の管轄海域と主張する海域において、海警の命令に従わない外国の軍用船舶や飛翔用目的の政府船舶に対して、強制措置を講じる権利があるとされているよ。ほんと横暴でやりたい放題だよね。海上保安庁が手を出せないのをいいことにさ。そうだね。海上保安庁は諸外国の沿岸警備隊、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とみなされているんだ。これらの組織は有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められているんだけど、海上保安庁法25条は海上保安庁またはその職員が軍隊として組織され、訓練され、または軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならないと規定しているよ。本条は海保の創設にあたって旧ソ連の政治中条が強く求め、挿入された条項なんだ。すなわち、諸外国の沿岸警備隊は一般的に有事には軍隊としての活動を許されているが、海上保安庁はこの一般的機能を有さず、あくまでも平時における領海警備ができるだけとなっているよ。しかも、法律を執行できる対象が民間に限られているみたい。自衛隊法第80条には防衛出動または治安出動時において特別の必要を認めるときは、海上保安庁の全部または一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとあるんだけど、海上保安庁法には関連条項がないため、自衛隊の防衛出動時すなわち戦時において海上保安庁は何もしないんだ。戦争とは関係ない海域での領海警備はするんだろうがな。海上保安庁は、創設以来、最も重要な業務の一つとして領海警備を行っているよ。領海警備は、警察活動であって、我が国の平和、秩序、安全を害する外国からの諸活動に対して、領海内における我が国の主権を確保し、これを侵害する行為に対して厳正に対応するために行うものなんだ。海上保安体制強化に関する方針に基づき、2016年度から整備を進めてきた大型巡視船、大型測量船、新型ジェット機が2020年1月以降、続々と就役しているよ。就役したのは、ヘリコプター搭載型巡視船黎明、竣工、大型巡視船宮古、大型測量船平洋の合計4隻と新型ジェット機ファルコン20001機となっているね。黎明型巡視船は、総トン数約6500トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートルだが、黎明は四季島秋津島を元に発展させた設計であり総トン数約7300トンと考えられているよ。さらに米国海軍協会 USMI の見積もりによると四季島の満載排水量は約9350トンだぜ。黎明は、同系統の秋津島級、四季島級と並んで海上保安庁で最大規模の巡視船だな。黎明型巡視船は、兵装の面でも海上保安庁の巡視船中では最も重武装となっており、スウェーデンのボフォース社製のマーク、
4型 40mm 機関砲を2基、20mm の M61 機関砲を2基搭載しているんだ。黎明型巡視船は、ヘリコプターも2基搭載可能ではあるんだけど、定数としては1機搭載で、エアバスヘリコプターズ社製の汎用ヘリユーロコプター EC-225 シペルピューママーク2プラスを搭載しているよ。さて、話を戻すと、尖閣諸島は以下の理由で我が国固有の領土とされているんだ。まず、1895年に沖縄県に編入された尖閣諸島だけど、サンフランシスコ条約でこれが確定したんだよね。結果的に尖閣諸島は、1895年明治28年の閣議決定によって沖縄県の所轄となったよ。そして紆余曲折を経て第二次大戦の戦火の拡大とともに尖閣諸島は無人の島となり、第二次世界大戦後の1951年署名のサンフランシスコ平和条約が、日本の領土を法的に確定したってわけ。サンフランシスコ平和条約は、第二条に日本が台湾と澎湖諸島を放棄する。第三条に南西諸島を米国の施政権下に置くとあって、この時尖閣諸島は南西諸島に含められ日本領として残されたんだ。つまり、尖閣諸島が日本の放棄した台湾のより澎湖諸島には含まれていないってわけだな。そうそう。台湾は1952年署名の日華平和条約でサンフランシスコ平和条約を追認したし、尖閣諸島の処理について一切異議を唱えることはなく、中国も当時一切異議を唱えなかったんだよね。なのに今更になって領有権を主張するのはおかしいよね。そうだね。そんな勝手な言い分は許されないよね。さて、ロシアはウクライナの NATO 加盟を、そして中国は台湾の独立をレッドラインを超えることだと考えているよ。これらのレッドラインを超えさせないために、ロシアはウクライナを、そして中国は台湾を占領することを画策しているであろうと報道されているんだ。中国は、ロシアのウクライナ侵攻に対するアメリカの対応を、台湾侵攻の試金石と考えているかもしれないな。またはロシアと中国の両国が同時侵攻を戦略的に密約しているかもしれない。なぜならアメリカに正面作戦を強要できるわけだしな。中国の台湾侵攻が正規した場合、尖閣諸島を台湾も中国も自国領土であると言っている以上、尖閣諸島が現在のままの状態であることはないだろうね。こうなってくると、尖閣諸島の状況は激烈化するよね。台湾侵攻が正規した状況を想定し、対応準備体制を早期に構築しないと尖閣諸島を占領されてしまうからね。本稿を執筆している2021年12月14日、ロシアはウクライナ周辺に2個戦車師団を展開したと報道されているし、尖閣諸島に対する侵攻の状況だけど、これは大きく2つの状況が想定されるよ。第一の状況は、外国の軍隊が尖閣諸島に上陸作戦を実施する場合だね。次に第二の状況は、尖閣諸島に対し、少人数の軍人ではない海警、武装警察、漁民の訓練された人員が海空から尖閣諸島に上陸、降下する場合となっているよ。上陸、降下することによって領有権を確実にし、自衛隊が阻止のために上陸または降下した場合、中国は日本側が侵略したというだろうな。だからこそ、少人数の上陸および降着は警察官が対応しなければならないぜ。うんうん、第一の状況では、自衛隊は上陸してくる部隊を海上で上陸阻止しなければならないよ。なぜなら、自衛隊は尖閣諸島に駐屯していないからだね。上陸阻止は通常、陸上にいる部隊が海からの上陸を阻止する場合を想定しているから、ここで記述している状況は日頃訓練している状況と異なることに注意が必要なんだ。自衛隊は海上における上陸阻止について早期に演練し、体制及び体制を取る必要があるってわけだね。海上自衛隊は、防衛出動は発令されていないけど、海上保安庁の対応能力を超えていると判断された時に、海上保安庁と同じ海上警備行動が取れるんだ。ちなみに海上自衛隊はまだ平時における警戒監視の任務を与えられていないよ。第一の状況の始まりの段階で漁船に偽装した工作船で中国人民解放軍の軍人が尖閣諸島に上陸した場合、明らかに武力攻撃と認定できなければ自衛隊は動けないんだよね。その認定も相手国より先に行うと相手国は、我が国が先に戦争状態に入ったと世界に発表するだろうな。複雑だ、ことはそう単純じゃないんだね。このような行動を未然に防止するために、新たに領海警備の任務を海上自衛隊に付与するべきなんだよね。米国、ロシア、中国などではすでに領海警備に関する法整備や体制を確立しているしな。早く、領海警備の法整備を行い、
海上自衛隊と海上保安庁を連携させ、日本の海の安全と海洋権益を守る体制を確立してもらいたいよね。そうだね。第二の状況では、まず対処するのは海保と警察だよ。函館のミグ事件や日本海側の不審船、侵入者対処は警察が行ったことから、尖閣諸島に対する少人数の上陸及び膠着は、戦争状況には至っていないので、警察官が対処しなければならないんだ。警察官の空挺降下、海からの潜水上陸、魚外用の白米の空中投下、等を検討し訓練を始める必要がありそうだな。侵入があってからでは遅いもんね。うんうん。不審者の逮捕、移送のためにはサイドカー、尋問のための通訳、当然、現地や外本部、長期になるだろうから、野営の準備、補給整備の対策も必要になってくるよ。尖閣諸島への侵入に対応できる、または対応できるかもしれない組織の定員は、警察官262,178人2020年度、自衛官247,154人で原因は227,442人2020年度、海上保安庁14,427人2020年度海上保安庁職員のうち、ほぼ半分の約6000人が巡視船艇、航空機等の現場で働いています。となっているよ。任務的にも、精力的にも警察に対応する準備を始めてもらいたいね。今や、戦争の形態は変わってきています。以前が戦争といらなかった戦争が同時並行的に起こる戦争、すなわちハイブリッド戦争の時代になっているからな。前線と後方への区別のない戦争、宇宙戦争、サイバー攻撃、電子戦、これらが複合的に行われる戦争だぜ。ロシアを例に出すと、ロシアは軍事会社がまず戦闘加入するんだ。また、中国では非戦争の軍事行動を行うと法に規定されていて、海警や訓練された漁民が戦闘に立つんだ。この時点で戦争は始まっているから、早めの準備が必要だね。そうそう。だから、自衛隊、警察、海保が一体となって侵略に対応する体制が不可欠なんだ。まずは法整備を、法に基づいた自衛隊、警察、海保の勢力強化、必要な合同訓練の実施、いずれも時間のかかる事項だから、早急に進めてもらいたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。